ビーチクリーンは石垣市で環境保護事業などを行っている縄文企画とロート製薬が実施したもので、ダイビングの関係者やゴミ問題などに取り組む市民団体などからおよそ30人が参加しました。普段見てる綺麗な石垣島の裏側というか、これがリアルではあるんですけど、そういうところにもちゃんと目を向けないとなっていうのを改めて感じました。このゴミは再利用できるものもあると思うので、そこはちゃんと家庭とかでちゃんと分別して捨ててほしいなと思いました。ビーチクリーンでは30分ほどで2トントラックおよそ2台分ほどのゴミが回収され、参加した人たちは海を取り巻く環境問題について改めて考えている様子でした。またビーチクリーンの前にはロート製薬が販売する日焼け止めがサンゴ礁に影響を与える可能性がある成分を使用していないことが説明され、関係者が海の環境を守るためにも多くの人に使ってほしいと呼びかけました。